が道は主に隠れてると、我が思いはなぜ主に届かないというのか。私は作り主、たゆむこと疲れることもない、弱った時力与え強く立たせる神。ただ主を待ち望む者、新しい力を得、わしのように登りつつ歩いても弱ることはない。我が山よ静まり、助け主、主だけを見上げよ。ただ主だけが我が岩、我が救い、我が隠れ、作られた聖なる方を見よ。その力、その強さ、全能なる神よ見よ。ただ主を待ち望む者、わしのように登りつつ歩いても弱ることはない、歩いても弱ることはない。おはようございます。おはようございます。今日も
は心から主を見上げて心を尽くして手を礼拝してまいりましょう。初めにいつものように詩編を朗読してまいります。詩編の箇所は119編から96節までとなりますので、お箇所と皆さんとで朗読してまいります。主よ、あなたの御言葉は常しえから天において定まっています。あなたの真実は世々に至ります。あなたが主を据えられたので主は固く立っています。それらは今日もあなたの定めに従って固く立っています。万物はあなたのしもべだからです。もしあなたの御教えが私の喜びではなかったら、それだから私は私たちの苦しみの中で飲んだでしょう。私は決してあなたの戒めを忘れません。それによってあなたが私を生かしてくださったからです。私はあなたの御どうか私をお救いください。私はあなたの戒めを求めています。悪者どもは私を滅ぼそうと狙っています。しかし私はあなたの悟しを聞き分けます。私はどんな瞬きものにも終わりがあることを見ました。しかしあなたの大空は実に広いのです。アーメン。続いて使徒信条と主の祈りを告白してまいりましょう。中方の最後の時に行っています。私たちが信じていること、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の後ろによみがえり、天に昇り、天皇の父なる神のお右に差し構えり、開所へ行きたいで生ける者と死にたる者とを裁きたまわる。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じ。アーメン。続いて主の祈り。天にまします我らの父よ、願くは皆をあがめさせたまえ、御国を来たせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればない。アーメン。礼拝の祝福のためにお祈りいたします。ご臨在の主よ、あなたの聖なる皆を心から賛美いたします。私たちは主よ、あなたをあなたに植え替え、あなたを求めて今こうして神の宮に集ってまいりました。主の宮にいる一日はよそにいる千日も勝ると、主が豊かなご臨在を持って私たち一人一人を取り扱ってくださいますから、本当に全てに勝る素晴らしい喜びを主が一人一人に与えてくださいますことをありがとうございます。私たちは心を合わせて主よ、あなたを賛美し礼拝をいたします。主よ、あなたが礼拝の中に豊かな豊かな恵みを増し加え、魂のうちに安らぎを与えてくださり、また知恵を与え力を与えてくださいますことをありがとうございます。どうぞ御方を語られる村川牧師に聖霊の豊かな油注ぎを与えてくださって、私たち最も必要なあなたの御言葉を今日も豊かにお与えくださいますことを心から感謝いたします。主語りたまえ、しもべ聞きますと、主をどうぞあなたの豊かな祝福が私たち一同にありますように。主に期待し
感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。アーメン。それでは賛美をしてまいりましょう。皆さんもご一緒に心合わせてお祈りしていただいておりますね。御言葉をご一緒に読みましょう。3、はい。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。もう一度。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。アメン。このただ中にイエス様がおられます。そして今日は小グループに礼拝の中で分かれますけれども、その2人3人の集まりの中にもイエス様がおられるんだということを信じてください。イエス様がいたら素敵ですよね。もう愛が溢れてるし、清さがあるし、癒しがあるし、自由があります。そういう意味で今日このことを祈りたいと思いますね。今日分かち合いが祝福されるように、聖霊様の臨在、御言葉を通してお一人お一人が神を体験できるように、また各自が主に対して、兄弟姉妹に対して、心が開かれるように、私たちにとって楽なのはですね、大きな集いの中で集うことです。一方通行でも、小グループっていうことはですね、自分の心もちょっと開かなくちゃならないので、時々私たちは苦手意識を感じます。でも人は人の関わりの中で神の愛を体験するように主が備えてくださっているので、そのことを祈ってほしいですね。そして3番目は、教会に一致と勢いが与えられるように、そして御言葉に伴う印不思議が現れるようになりましょう。続けて数のため、またこのコロナ禍の中での政府の対応のために BGM を流していただいてですね、ご一緒に少し見ましょう。ありがとうございます。
秋田のためにも続けて祈りたいと思いますね。今日は大潟村のために祈りましょう。人口約3164人です。高橋村長のため、そしてこの地にですね、神の憐れみ、恵み、また福音が拡大していくように、若者たちが就職先、進学先で主と出会うことができるようにですね、このこともご一緒に BGM の中で少し読みましょう。天皇様のプレゼントです。大潟村でございます。皆様のことに3000人の小さな本の中心の道です。何です、皆様の中心の道でしょう。どの福音が待つかと思います。どうぞこの人たちの心を開いてください。福音が進歩していきは平安の子が絶えない、いろんな形でそこに伝道がなされていきますから、ございます。主よ、主よ、私たちのためにこの人を応援します。また若者たちが学校、また住むから離れたとき、福井校に行くで、教会に行く、そんなチャンスを与えてください。感謝します。イエス様の名です。感謝します。あと2曲ほどですね、ご一緒に賛美したいと思いますので、ご起立ください。日本語だとちょっと難しいなという人は、英語のテキストを受付に、4、5枚置いてあります。ちょっと大きめの字で英語のテキストがあるので、あ、私でますか、 OK、 はい。今日はですね、マタイの8章5節から13節を、見ていただきたいですね。こちらに2017役で映りますので、この役で私と皆さんで交互に読んでいきます。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が妹に来て懇願し、主よ、私の神は主よの代名に綺麗に残っています、祈りをよろしくいます、と言った。イエスは彼に、行って彼を治そうと言われた。しかし百人隊長は答えた、主よ、あなた様を私の代名に申しますのは、私も権威のもとにあるものだからです。私自身のもとにも、兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにします。イエスはこれを言って、ついて来た人たちに来ながら、この国にあなた様に言います。私はイスラエルの人のためにあなた方に言いますが、多くの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の方はその誰に行こうに出されます。そこで誰で楽しみにご一緒に。それからイエスは百人隊長に言われた、行きなさい、あなたの信じた通りになるように。すると、ちょうどその時にそのしもべは癒された。アメン。皆さんご存知のストーリーですね。舞台はこのユダヤのガリラヤ湖ってあるんですね。ちょっと十和田湖に似たような湖ですけれども、その湖畔にカペナウムって、皆さん見えますか、見つけた、ね、カペナウム。イエス様がこれはご自分の町だと言われたほどにですね、初期の伝道において、この町を拠点に伝道されたんですけれど、このカペナウムという町が今日の舞台です。でここには当時ローマがこのイスラエルをいわば統治していましたので、中流っていうかね、そこにローマの兵士たちがいたわけです。でここに100人隊長って出てきますね。まさに分かりやすく言うと、100人の部下がいる隊長ですね。ローマの主力を担う存在、非常に信頼が厚くて、いつも最前線に出て行って戦う、そういう兵士たちですけれども、彼が今回出てきます。
で実はですね、今日の箇所を見るとこの百人隊長っていう人がどういう方であるかということを知ることができるんですね。で一つ目はこの百人隊長っていうのは自分のしもべを大切にし愛と憐れみを持っていたということです。しもべっていうのは分かりやすく言うと奴隷ですよね。当時ですから主人の持ち物なんです。病気になればひどい主人だともういらないと言って切ることができました。捨てることができました。そのしもべにまで愛と憐れみを示すなんていうことはあまり考えられない。でもこの立場のある百人隊長は自分の家のしもべをですねことのほか愛して、チューブというのが今でいうと脳卒中で当たったような状態ですよね、まあ、そういう状態になった。やっぱ使い物にならないです。でもこのしもべのために何とかして彼を治してあげたい、そういう願いを持ってイエス様のところに来たということなんですね。で2つ目に、ルカの福音書を見ますと彼は信仰心を持ってユダヤ人に好意を示していたということを知ります。御言葉一緒に読みましょう。3、はい。百人隊長はイエスのことを聞き身元にユダヤ人の長老たちを送って自分のしもべを助けに来てくださいとお願いした。イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。私たちの国民を愛し私たちのために自ら街道を立ててくれました。当時ローマの支配ですからね、このユダヤ人に対して辛く当たること、見下すことはできたんです。でもなんとそのユダヤ人の人たちからもこの人はあなたにそうしていただく資格がある人ですと言わしめるほどにですね人望があったということなんですよね。そしてこの百人隊長はユダヤ人を愛するだけじゃなくて彼らのためにシナゴユダヤ教の街道を建てるほどそのようにその地域に貢献している、まあ、素晴らしい人だったということが分かります。そしてそのとともに彼は非常に謙遜な人でした。当時ユダヤ人はですねいつも言いますけれど自分たちは特別な民、先民意識が強いんですね。そして異邦人に対して見下す思いがあります。ですから異邦人の家を訪ねるっていうことはこれは律法に反すること、まあ、それを守ってたわけですよね。この百人隊長はそうしたユダヤ人の習慣というものをよく知っていたようです。ですからイエス様がにお願いした時にね行きましょうって言った時にそういう状況を知っていましたから とんでもないあなたを私の家に入れるそんな資格は私にない。当時のユダヤ人のそしてイエス様のその習慣というものを大事にしながら彼はですね本来であれば来いと命ずることもできるわけですけれども本当に謙虚な姿勢をとっていたということをここで知ります。さらにですね彼は日常生活においても権威ということを非常に大切にする人でしたし仕事に忠実だったということが分かります。彼はですねイエス様に何を求めたかというと言葉を求めた。彼は権威ある人の言葉がどんなに力があるかということを生活の中で体験していました。彼は軍人です。ですから上官があれをしろと言ったら自分がこう思う、ああ思うではなくてその命令に従うということを生活の中で身につけていたんです。あれは彼も百人隊長として部下に命じるとそのように物事が動くことを知っていました。だからこそこのイエス様を見たときにこの方は権威あるお方、神の子、救い主、まあ、そこまで分かったかどうか分かりませんけれどもこの方のお言葉さえもらえたら私のしもべは治る、そういう信仰を持つことができたんですね。
さあ皆さん、イエス様の言葉っていうのは力があるんですかね。皆さんどうですか。私たちの周りを見てもね、やっぱりその人の仮に人格とかその人の評判は別として、立場ある人の言葉って力がありませんか。どうですか皆さん。例えば大館だったら市長さん、私詳しく知りませんけれど、市長さんが何かこうするって決めたらそうなりますか。なります。私たちね、皆さんここにいる方いい方ですけれど、いい方の皆さんがこうしたいああしたいってもそうなる。ならない。なんでその立場にないんです。時には権威を持って悪い人がいます。でもそういう悪い人がですね、こうするっていうとどうですか。そうなっていくんです。時に不条理なことが多くありますけれど、だから言葉の力っていうのはその人の持っている権威に応じて力が変わるということですよね。さあこの天と地を作り誠の支配者である方は誰ですか。イエス様ですよ。そのイエス様の言葉は誰よりも力があるんだということを今日知ってほしいんです。アメン。イザヤ書の言葉一緒に読みましょう。3、はい。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私の心に迎えてはこない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。すごいね。私たちはいろんなこと言いますけど、言葉が地に落ちます。虚しいですね。でも神様は一度発言すると必ずその言葉は望むことを成し遂げて成功させるんだって。天地創造のこと考えてください。光が終わると言ったら闇が消えて光ができたじゃないですか。無の世界、闇の世界に神は言葉を発することで無から有を生じさせたお方です。ですから神の言葉、イエス様の言葉には力と権威があるんですね。この言葉も言いましょう。3、はい。人々は驚いてこう言った。風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどういう方なんだろう。2000年前イエス様は人として来られたんですね。でも神の子です。この自然界の中で大嵐が吹いた時にイエス様が嵐に向かって沈まれと言ったら沈まったんです。弟子たちはそれを見てねびっくりしちゃったんですね。つまりイエス様の言葉、権威というのはこの自然界さえも従わせることができるんだということなんです。この言葉も言いましょう。3、はい。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。有名なヨハネの福音書の言葉です。皆さん今イエス様はどこにおられるんですか。もちろん復活した後天の父なる神の右の座に着座しておられます。そして今イエス様を信じる皆さん一人一人の心の中に聖霊様を通してとどまっていてくださるんです。アメン。そして実は御言葉の中にイエス様は生きておられるということを今日特に知ってほしいんですね。なぜ言葉は神であったって書いてあるんですね。ですからイエス様を信じるっていう時に具体的に何を信じるんですか。神の言葉を信じるってことです。皆さんもどうですか。人とねこう関わってる中でその人を信じるっていう時に、まあ、その人のね人格とか存在とかいろいろありますけれど、その人の言葉を信じるんじゃないですか。例えば困りごとがあって、ちょっとこういうことがあったんですけど助けてください。わかりました、私がこの問題を必ず解決するから大丈夫ですって言ったら何を信じるんですか。その人の言葉を信じるんでしょう、ね。例えばその人がねちょっと性格的にあんまり良くない、あの人性格悪いなとかですね、よく弱さや問題を持っている。でもその人が例えば立場ある人だとしますね。
そしてその立場でその人が約束してくれます。わかりました、この、町に橋を通しましょうってね、例えば大臣が言ったとしますよ。そしたらその言葉を信じます。だから私たちもイエス様を信じる信じるってね、なんか漠然と信じるっていうのはやめた方がいいですね。アメン。じゃあイエス様は何を信じるんですか。約束の言葉を信じるんです。例えば皆さんが今病の中にいるとします。でメンタル的な部分、あるいは肉体的な部分、いやイエス様信じてる、いつか治してくれる。皆さんこういう信じ方じゃないですよ。何を信じるかというとイエス様はこう言いました。私は主であってあなたを癒すものである。アメン。そうでしょ。聖書はキリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたのですって書いてます。その御言葉の中にイエス様が生きておられますから、それを私たちはいつも思い巡らし考え、それを心に受け入れるんです。それでそれを告白していくんです。そしてそれを信じるんですよ。その時に神様と私たちがいわば一つになることができます。だから信じる信じるって時に漠然と信じるんじゃなくて、神様の御言葉を信頼するっていうことを実はこれから学んでいこうじゃありませんか。時間がないのでちょっといきます。じゃあこの御言葉を信じるということは実は一朝一夕でできることではない。でこの百人隊長から学ぶことは、これは日々育まれていくものだということですね。第1番目読んでくれますか。3番、はい、日常生活での忠実さ、うん、やっぱり毎日の生活が大切です。皆さん聖書を全然読まないのですね聖書のことを思い巡らしてないのにどうやって信じることができるんでしょう。だからやっぱり日々短い時間でもいい、短い箇所でもいい、聖書を読んでまた考えてまたそれに従っていこう、これものすごく重要です皆さん、ね、2つ目3、はい、権威のもとに聞き従う態度という言葉。人はみんな上に権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって立てられている。皆さんね、権威っていうのは神が全て定めてるんですよ。家庭においては両親であったり夫です。またこの皆さんの社会生活においては上司であったりですね、あるいはそれぞれの町の責任者であったり、これは神様が定めているものなんですよ。でもし私たちはですね、どうしても権威者の不正とか理不尽なことが多いからね、権威に反発するっていうものをちっちゃい時からなんか持ってるわけです。痛みもありますから。でもね、生活の中で権威に従うことを学んでなければ神様を信じることは難しいんですよ。私たちがいつも親に逆らってる、またいつも夫を虐げてる、あるいは会社の上司の悪口ばっかり言ってるね、あるいはもう上の権威に立つ人をいつももう見下してるとしたら、どうして神様を信じ従うことができるんでしょうか。あ、無理です。だから私たちはあの百人隊長のようにですね、権威というのこれを認める、生活の中でそこを尊重していくということをやっぱり学ばなければならない。もしそうでないとしたら私たちは悔い改める必要があるんですね。これは何も意見を言っちゃいけないとかね、そういうことじゃないですよ。私たちがそれをもう下げすんでしまう、そういう態度を改める必要があると思います。じゃあ3番目、3番、はい、隣人への愛と憐れみ。御言葉、愛のないものは神を知りません。神は愛だからです。神様のご性質は愛なんですね。そして信仰の土台も愛なんです。ですから神様に対する愛、隣人に対する愛っていうのを全く無視して御言葉信仰を育むってことは難しいんです。そういう場合の信仰って何ですか。自己中心的な信仰ですね。
つまり自分の自己目的を達成する、あるいは自分のビジョンを実現する、よくあるでしょ、この世の、 可能性思考とかですね、いろいろな教えがあるじゃない、この数値を出してできると信じよう、みんなやるぞ、できるぞ、頑張れってですね、で書いて、確かに達成するかもしれないけど、達成するためにどうですか、部下に対するパワハラがあったりですねあと不正をしてしまったりとか問題起きるじゃないですか。でも御言葉信仰っていうのは私たちのそうした自己実現ではない、神様の愛に固く立つベースが必要だってことです。そのためにはやっぱりいつも隣人に対する愛と憐れみということを私たちは学んでいく必要があるんですね。そして次3、はい、へりくだった心の言葉、神は高ぶる者に敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるものです。いつも御言葉から聞く態度が必要です。皆さん今日こうしてね、礼拝に来られて、皆さんの中にね、ああ、あそこ知ってるよ、そういう態度では御言葉信仰を持つことができません。毎回ですね、神様ここから私に語ってください、あなたの真理を教えてください、今日もあなたの御言葉で養われ強められ生きていきたいんです、そういう心が私たちに御言葉信仰を育んでくれます。そして最後ですね、じゃあ3、はい、イエス様を求め続ける心、御言葉、あなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける、あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら私を見つける。聖書も機械的に読んでいって単なる知識を得るだけだとしたら、それは御言葉信仰にはつながらないんですね。ああ聖書ってすごいな、こんなことがあるんだ、へえって、ただ知識が増えるだけです。聖書は何でしたっけ、知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を高めるって言葉がありますよね。ですからやっぱり聖書を読むときに私たちはいつも心の中にですね、主よあなたを知りたいんです、ってもっとあなたを体験したいんです、ってそういう植え替えが必要だと思います。こんなことをですね、もう一度復習しますけれど、毎日の生活の中でどうぞ聖書を読むという、この生活忠実に続けましょう。また生活の中で権威を大切にする、また隣人への愛と憐れみ、へりくだった心、そしてイエス様を求め続ける心、これを生活の中で意識しながら歩んでいくときに、私たちもこの100人隊長のようなですね、信仰を持つことができるわけです。イエス様は彼の信仰を見てね、びっくりしたんですよ。イエス様はイスラエルの失われた人たちのために来たって言ったんです。イエス様が来られた時には異邦人は一旦横に置いてありました。そしてユダヤ人にだけこの福音を語っていったんですけれど、この異邦人であるローマ100人隊長の信仰を見た時にね、この信仰の態度に驚いちゃった。そしてユダヤ人、本来は神の選民であり神の御国が約束されている彼らの不信仰さに嘆きながらですね、このことを言っているんですね。私はイスラエルのうちの誰にもこれほどの信仰を見たことがない。そして言います、信じた時にちょうどその時しもべは癒された。すごいですね、御言葉を信じただけで、イエス様が祈ったわけじゃありません、手を置いたわけじゃありません、でも百人隊長の信仰によってその瞬間奇跡が起きた、こんな場面ですね。さあ今日この場面からそれぞれグループになってですね、では祝福を持って今日の集会を取りますのでお気にしください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の御愛、
聖霊の親しき交わりが皆様方一同と共にありますように。アメン。祝福がありますように。Say